どうも、こだまるです。きたろです。じゃあ今日は INI が KCON LA2024 に出演したので、そちらの話をしていきます。まあ、いにちゃんがね、KCON LA に出演したわけだけど、もうめっちゃ良かったね。ねえ。いやなんか、あの衣装さ、すっごい良くなかった。やっぱ新衣装だよね、あれね。うん。そう。あの白衣装ね。そう。あれも良かったしさ、かっこよかったし。でもなんかさ、なんか後半になればなるほど、マイクの入ってないやつ、すごいもったいないってなったよね。いや、そうなん。ほんと、マイクトラブルがね、やっぱ結構見受けられたから、それはほんとメンバーかわいそうだなって思ったんだけど、やっぱその、なんて言うんだろう。もうトラブルだったけど、なんかそれを跳ねのけてやろうみたいな、なんかすっごいパワーはめっちゃ伝わってきて、それはめっちゃ良かったわ。え、わかる。なんか、後半になればなるほど、もうメンバーがなんかどこかおらついた感じで撮って、怒ったろってやって。なんかその、なんか燃えてる感じがあったんだ。やってやらーみたいな感じ。わかるわかる。だってさ、この丸 LINE でさ、怒りのファンファーレって言っとったよね。それすごい好きなの。怒りのファンファーレってワード。いやだいぶ怒ってる感じあったよね、うん。あれでも、なんかエネルギーがあってよかったよ。あれね。うん。いや、わかるわかる。そうだね。わかる。なんかその、なんて言うんだろう。それ逆境跳ねのけるっていうかさ、やっぱその、うん、ね。なんかその、マイナスをプラスに変えてやるみたいな、なんかその感じがすっごい伝わってきたよね。そう、なんかステージのこだわりっていうかさ、やっぱいいステージ見せてやるぞみたいなのが、うん、なんか、そう、それをなんか出とって、めっちゃよかったわ。うんうん、うん。いや、そうなん。なんかその、マイクもそうだしさ、なんか雄大がプラメド教えてくれたんだけど、それ、イヤモニも、な、最初から全然聞こえんかったみたいな。だからもう、音を聞こえなきゃ、声も出ないっていうさ、その、会場の音でやってたらしくて。どんな状況みたいな。結構さ、ね、もったいなかったよ、だからね、本当に。うん、そうなん。LA なんにね。そう、たくみくんとかね、本当に音入ってなかったよね。結構入ってなかったよね。たくみくん、本当に。たくみくんっていつも生声でやってるからさ、わかるねか。うん。うん、その感じが全然出てなかったもんね。わかる。なんかあの、きょうちゃんも最後は入っとったと思うけど、うん、音。途中入ってなかったねか。うん、そう。うん、あれ、悔しかろうにと思って。そう。うん、いや、だからそう、怒りのファンファーレだって、きょうちゃんさ、もう顔怒ってなかったね。なんかそう、いい意味でね、なんかその、ヤンキー魂みたいなの出てなかった。ヤンキー魂が。知らんけど、だいぶなんかちょっと、わーみたいな感じが、感じがね、うん、そうそうそう。でもそのパワーがパワフルでめっちゃ良くて。うん、わかる。しかもやっぱさ、結局マイクが入った時、その音入った時さ、うん、結局きょうちゃんのさ、見せ場がまあやっぱあるわけやねんか、うん、そのファンファーレのさ、あーみたいなとことかさ、うんうんうん、あの高いとこ、やっぱわーってなってたしね、お客さんがね。うんうん、そうだね、うん。そうなん、なんかその、で、我々映像で見た感じももちろんそうだけど、なんて言うんだろう。会場でさ、やっぱ撮ってらっしゃるじゃん。やっぱその、傾向、うん、LA だからさ、やっぱそのスマホでね、見てらっしゃる観客の方たちが撮ってるやつとかも、なんかいくつか流れて見たけど、やっぱ現場だとなんか割とその、うちらがこの映像で見てるよりかは、盛り上がってるというか、その歓声とかも、やっぱ大きめな感じはしたわ、うん、ちょっと。うん。てかさ、ごめん、去年の時より反応ある感じぜん ?INI に対して。わかるわかる、そうだね。ね、なんか、前よりはなんか大きい気がするなと思っとったんよ。やっぱそうなんだろうね、うんうん。ね。そのなんか観客の方とかも映ったけどさ、本当に現地の顔の方が、あげないってなんかボード持ってたりとか、あの、ペンラ持ってたりとか、まあもちろん日本のミニちゃんも言ってたと思うけど、そう、現地の、明らか現地の顔の方とかだったから、すごい嬉しくて。うん、わかるわかる。なんか、そう。どうやってあれゲットしたんやとかさ、やっぱいろいろ思うか、なんかありがたいよね。うん、確かに、ね、確かに、ライトね、うん。うん、そうね。そう。なんかそう思ったらちょっとずつ身を結んどるんかね。なんかやっぱ、韓国のこういう傾向とかもだし、まあママもそうだし、うん、やっぱ出てるからさ、まああと音楽番組も最近ちょっと、やっとね、この間いくつか出てっていうのもあるから、うんうん、やっぱ去年とはなんとなくね、違うんだなと思って、少しずつ身を結んできとるんかなって思っとちゃう。うん、確かに。そうだね。なんか終わった後さ、7人ぐらいでメンバーホテルで、ね、集まってインダとかもしてくれたんだけど、やっぱその、この間韓国活動してさ、音楽番組何個か出て、みたいな、なんかその株間の感じを経験した感想を言ってたんだけど、なんか、あ、これが K-POP アーティストだみたいな、そのやっぱり自分たちが憧れて見てきた K-POP アーティストの感じを味わえてる感じがすごい楽しそうだった。なんか、充実した感じ。あ、うん、じゃあ結構、見たいそれ。私見れてないじゃん。あ、アーカイブあるから見た方がいい。面白かった。いいんだ。うん。ほんと、見たい、マジで。なんか、そう、その感じとかやっぱ聞いてみたいもんね。うんうん、なんか、そう。なんか、やっぱみんなさ、K-POP 好きだった子たちが多いグループだから、なおさらそれがわかると思うから、うんうん、そっかそっか、それをすごい実感した感じ、実感してる感じだったね。あ、そうなんだ。
いいね。うん。いや、そうなん。でもさ、その残念ながら、リヒとさ、観光活動の時お休みしてたけど、LA で全員揃ったもよかったよね、マジで。あ、思った。なんかやっと久々な感じしたよね、全員揃ったんがね。うん、そう。まあ、匠音楽の日お休みだったしさ、その韓国はリヒとお休みで、うん、まあそのバズリズムライブで全員揃ったけど、こうやって我々が見れる形では、ほんとね、久々に揃った感じあったもんね。うん、そうだね。いや、そうやっちゃよかったちゃう。うん。しかも、なんかあれだよね。やっぱ今回そのメインのステージもそうなんだけどさ、レカペもあったり、あとはなんか、また別のステージみたいなのもあるじゃん。ケイコンの、エイコンステージみたいな。ケイコンステージ。名前がちょっと忘れたけど。ああ、ケイコンステージだ、うん。室内がケイコンステージ。で、あの、スタジアムが多分 M カウントのステージだよね。あ、そう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 。うん、なんかその、前もそのシステムだったっけ？なんかやっぱちょっと多く感じて、楽しいなと思ったりした。ね。え、なんか最近その、なんかあれだね。最近そういう感じなんかね、ケイコンって。前回の日本とかもそうだったけど、うん、なんか割とそういう感じ、うん、なってきたよね。前もうちょっとね、なんか明るい感じのステージがもう一個あってみたいな感じだったような気がしたんだけど。ね。なんかちゃんとしたステージが2個みたいな感じだよね。そう。うん、ね。面白いね。しかもそれ、ケイコンステージの方は5曲披露して、テームカウントダウンの方は3曲だったから、うん、そう、割とボリューミーっていうかね。うん、あ、そう。てかね、そもそもその M カウントダウンステージのそのメインの方が3曲やったのも結構多いなと思って、うん、今までやったらなんか2曲って感じじゃなかった。あ、確かに。そうだね。メインのステージ増えたね、曲ね。そう。なんか私、ファンファイルバンバン来ると思ってなくて、そう。そっかそっか。始まったから。そうそう。テンション上がって、あー、これ、練習せなーってなったじゃん。確かに。コールを。だって、ラウド、レジット、ファンファーレなんて、ほんと、コールの3曲じゃん。そうなん。そうなん。トゥーリジ、グッドビーリジーは言えそうなんだけど。そうだね。うん。ちょっと頑張らんと全部。いいね、うん。いや、確かに、うんうん。でもなんか最近さ、やっぱそのラウド機ってかザ・フレーム機だったからさ、そのラウドをめちゃくちゃ聞いてたけど、久々にレジって聞いてなんかテンション上がってんね。レジットもいい曲だね。うんうん。うん、いい曲、いい曲。しかもなんかあのサウンドはなんかアメリカの人だったらやっぱ好きなんじゃないかって勝手に思ってるからさ。わかるわかる、うん。そう、レジットの方がなんか受けそうな気するよね。うん。うん、そう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 。なんか反応とかもうちょっと、なんか、もっと観客の感じちょっと見たかったなと思ったじゃん。ああ、そうだね、そうだね。うん。そう。なんかそう、レジットも結構のダンスブレイクのとこさ、ね、もともとダンスブレイクあるけど、さらに追加でプラスされてたりとか、ね、うん、今回のバージョン僕ってかっこよかったよね。うん。いや、そうそう。なんかね、やっぱここら辺は、そもそもマイクトラブルがみたいなところがあったんだけど、うん、そのダンスブレイクで一気に、その、見てて安心みたいな、なんていうの、うんうん、そうね、うん。そうそう、かましたれみたいなさ、そういう気持ちになったじゃん、やっぱり。うんうんうん。そうね。いやー、かましてらしたね。だいぶかっこよかったよ。うん。いや、わかる。いや、でも、雄大曰くね、これもね、会場の音でやらにゃいけんくて大変だったっぽい。やっぱそのダンスブレイクも、結構音がわからんから、新しいとこ、新しいパートがあるにみたいな感じなんよ。そっかそっか。もう自分の脳内でカウント取って、あと周りの動きと合わせるみたいな感じなんだ。そう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 。うん、でもめっちゃ良かったじゃん。マジで頑張ったね。アクシデントって大変だね、本当に。大変。そう、止められんからね。うん、でもみんなかっこよかったわ。うん。そっかそっか。生放送だもんね。普通収録だったらさ、ね、できませんよとかさ、言えばいいけどさ。うん、そうそうそう。そうだね。むずいね、ライブってね。うん。でもなんか、いいね、その、やっぱ曖昧までさ、なんかちょっと煽り的な要素とか入れてきとってさ。うん、そうね、メイクサマーズとかね。うん、そう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 。あれよかったっちゃう。よかった、ライブ感あったよね、すごい。てかそう、なんかレジットだけじゃなくて、他結構その傾向通して結構そんな感じで撮ったよね。うん、いや、マジで、ファンファレ後半の方エグかったよ。その、なんか、ファンみたいなやつがさ。怒りのファンファレだもんだって。そう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 。わかるわかる。そう。よかったね。あれはめっちゃライブ感すっきゃったわ。うん。定期的になんかおいおいとって、すごいいいなと思ったわ。そうそうそう。あとはさ、ケイコンステージの方ではさ、その、ケイコンならではってか恒例のランダムプレイダンスとかもあって、もうそれもなんかほら、ね。もうみんな大好きだもんね、カバーは。ねえ、そう。個人的にやっぱエナプのバイトミー、私、うん、あれ、やっぱセクシーだからさ、あれ、しかもあの感じってあんまりやってるグループないじゃん、意外と。あの雰囲気だけどって。ああ、確かにそうかも。そう。カーフィールズツーのとこやろ。あそこは最高やんか、うん、2期振り付けのとこだっけ、あそこ。そうだよね、多分。あ、そうだっけ、そっか、2期もやっとったね、携わっとったよね。そう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 。あそこだからさ、マジ超テンション上がったよね。いや、わかるわかる。結構そのタジとか西くんが結構メインでね、バイト見てたら映ってたけど、そう映像ではね。うん。なんかチラッと映るフェンファンが、ね、なんかちょっと苦手そうで、やっぱそういう、フェンファンヨジャ担当なんかなみたいな。ヨジャとドボ担当かなみたいな。ヨジャとドボ担当だからそう。フェンファンも踊っとっ
体もちろん多分みんな一通り多分振り入っとると思うから踊ってたんだけど、なんかすごい可愛くて、うん、ベンファンが。うん、わかるわかる。あの、なんかアイブとかやった時すごいキラキラしとったもんね、あのフェンファン。そう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 。結構昔だけど。わかる。そうそうそう。でもなんかあれだね、あの、私あの、まださ、会場で撮っとる人のやつとか見れてないからあれなんだけど、あの、どうしてもさ、カメラが一個だから、で、タジノも見れて、タジノはタジノで全部見たいし、ニシ君はニシ君で全部見たいし、なんなら、その、カメラに映らんかったメンバーもっと見せてよ、みたいな気持ちはどうしてもある。ああ、そうだね。わかるわかる。確かに、全員分見たいよね、これね。そう。うん、そうそうそう。やっぱ、バイトミーなんて、なんぼあってもいいねか、こんななんか、このセクシーなさ、斜め、ほら、斜めの法則でさ、斜めのさ、こう、手を斜めにするとセクシーに見えます、みたいなさ、うん、で、なんかその恋愛の伝道師みたいな人が言っとったねんか、昔。誰ちょっと待って、ちょっと。誰、私誰か分からんよ。おる、そう、おったよ。おる、おる、おる。なんかさ、その、なんだっけ、あの、だから、ほんまでっか TV とかに出てるあの、伝道師の方やろ。結構その、昔、有吉 AKB 共学も出とったよ、その人。ごめん。ごめん、でも私誰のことか分からんが。でもなんか斜めってあったな、みたいな。分かる分かる。斜めってそう、なんかセクシーなんだよね。そうそうそう。うん、そのなんかセクシーな動きやるからさ、カーフィーのね、ハンってさ、なんかタン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 ってさ、なんか、トントンしてくれか。首周りとかさ。確かに確かに。トン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 。うんうんうん、あ、セクシーやねか。あれ見れっからさ、すごいありがたいじゃんね。あれ見れっから。見れっからさ。あれっからさ、とか。わかる。ええー。でもそうだよね。意外にいいちゃんにさ、セクシーな曲ってないから、損ってか多分ないよね。うん。そういうなんか結構その、こういう曲見たいよね。わ、うん、かる。そう。セクシーな曲じゃないけど、振りがセクシーな紫の腰付きとかぐらいの、うん、あったとしても。そうだね。この間の音楽の日ね。いや、わかる。あの腰付き、そう、あの腰付きのとこで感想言わんかったよね。でも、すっごいよかったよ、あそこね。うん。あれね、なんかあの、宮田さん大丈夫かなとか思ってたし。いや、そうそうそ う, そう。胸騒ぎすっかなってなったじゃん。わかるわかる。だって、あの胸騒ぎの腰付き新規おるんぜ。そう、なんかあの腰付き見て、ミニになりましたって人おったん、ポストで。腰付き、その、入り口としてなんか正しいのかわからんけど、まあ、ありがたい、とりあえず。そう、ありがたい。そ胸騒ぎの腰付き新規で、それで、そういう人がユニフォルトが見たらびっくりするだろうね、高低差で。そうだね。可愛くて。基本的にはホワホワしとくからね。そう、基本的にはそうそう、ポワポワ系だからさ、そう。だからそう、バイトミー、まだバイトミー話しとった。バイトミーありがたいよねっていう。バイトミーありがたかった。うん。あと、まあ、多分これやりますよってやってると思うけど、なんか西くんとか意外と踊れるんだなと思ったりして。うんうんうん、そうね。なんか、そう、そのさ、K-POP も普通にチェックしてるんだ、みたいな、ところある。ああ、確かに、まあ、ヒップホップの男っぽいイメージあるもんね。そう、そうそうそう、もともといろいろ洋楽っていうか、普通にアメリカの音楽の方がさ、うん、その精通してそうなイメージあんねんか、なんか。確かに確かに、そうね。そう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 。だから、いろいろやっぱ知ってるんだな、とか思うよね。うん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 。あとはね、そう、ジョングクさんとかエスパの曲もやってくれてたんだけど、あとさ、その、なんかさ、最後にさ、重要なお知らせみたいなところで、なんか僕たちは新しいアルバムを準備中です、みたいな、みたいな。確かに、でもツアーの前に出すんかね、もしかしたら。ってこと？いや、でもツアー、でもツアー9月って思ったら、いや、さすがにそれは早いかなと思うけど、でも、まあ、ツアー中ぐらいに出るかもね。やっぱそうだよね。でも、うん。そっか、でも、まだそういう情報なかったか、今までは。ああ、ないないない。なんかさ、私そもそも、そのツアーやるイコールなんか出すと思っとったから、うんうんうん、なんかなんとなくあるって勝手に思っとったんだよ、普通に。うん。でも、よく考えば確かになかったもんね、そんなね。いや、うん、そうそうそう。だから、まあでもさ、その、まださ、その、ラウドっていうか、ザ・フレーム期、まあその、一段落はしたけど、なんて言うんだろう。なんか、まだラウドの余韻がある中さ、もう次の曲みたいなこと言われたから、なんかさ、みたいな気持ちの準備が、みたいなとこあってさ。あー、確かにね。なんかまあ、あの、個人的にはやっぱたくさん出してくるとありがたい。うんうん、その、新しい曲があるっていうのが嬉しいからありがたいんだけど、あの、積むっていう方向で考えた時には、すごい、私たちはまた、出陣しなきゃいけないんだ、とはなるよね、確かに。そう、出陣。いや、わかるわかる。そうだね。だって、ここの丸的にほら、まだミリオン達成のね、あれがあるからね。ミリオン達成しなきゃいけないもんね、我々はね。あの、笑顔で平和な感じでミリオン達成するっていうミニの良さがすごい出とるなと思ったから。確かに確かに。あの、すると思っとくから。そうそうそう。いや、そう。だからまだそのね、ザ・フレームのね、そう余韻もある中、うん、ツアーももう始まるからさ、結構気持ちもね、うんうん、そっち側にって時にもう次の曲、まあアルバムって言ってるけど、アメリカにシングルって概念がないから、多分シングル、日本でいうシングルのことなんかなとも思うんだけど、
あ、まあ、CD ってかね。うん。そうだね。なんかシングルってあるんだけど、ほとんど出さんもんね。あの、うんうんうん、アメリカだと絶対アルバムがメインで、そっから活動曲というかさ、なんか MV バーって出していくみたいな感じだから、ね、あんまないよね、確かに。シングルってあんま聞かんかも。だし、その、まあ、まだね、その、セカンドアルバム出した後、ラウドだけだから、そのザ・フレームだけだからさ、シングルが。シングル1枚でアルバムっていうのはちょっと考えにくいかなと思うから、日本では。ああ、なるほどね。じゃあ、まあそのミニアルバム的な、まあてかシングルで何曲かあるのやつをアルバム言うとる、みたいな、あれか。そう、ね。だからまあ秋ぐらいにカムバルーンかな、みたいなね。なるほど。え、めっちゃ楽しみじゃん。なんかどういうあれになるんかね。うん、その、ほら流れがさ、やっぱ、もうそろそろ紅白を意識し始めんねか、やっぱり。そうなん。なんか、9月ぐらいに出すんだったらさ、結構それも、あの、紅白の曲としてもさ、候補になってくるわけやねんか。そうだね。遅くなればなるほどちょっと違うかなって思うけど、9月ぐらいだったらまだなんかその、今年の感じで、勢いでって感じだよね。そう。なんか、そう、なんか、いろいろどうなるんってなるっちゃ。やっぱ、その、スパンもちょっと短いから、ね、ミニの蓋も結構大きいのも事実だし、でも楽しみだし、どんな曲になるみたいな感じ。確かに、そうだね。いやー、確かに。だからその、用意してるってだけでなんか嬉しいね。ワクワクしてきたね。そうだね。なんかやっぱミニさんほどじゃないけどさ、ほら、あの、エンティームもさ、なんか3ヶ月おきにシングル出してて、やばーってなっとるんで。そうだ。なんかもう出しますっていう、そのシリーズ系でも発表されとるもんね。そう、うん、なんか、発表っていうか、そう、なんかメンバーが言ったやつが広まってて、本当だみたいになっとるんよ、やっぱり。ああ、なるほど。あの、四季ってかね、その、春、夏、秋、冬みたいな感じだよね。そう。だから3ヶ月おきに出るのを覚悟しとるんやけど、うん、ね、嬉しいけど、すごい早いなって、いや、でも嬉しい。わかる。なんかすごい複雑だなって思う、いつも。そうだね。うん。だから毎回なんかさ、強いアーティストとぶつけられたらたまったもんじゃないよね。だからその、毎回つまなになるから、それは大変だよね。確かにむずいよね。なんかさ、実際問題、おかげでいいところまで行ったから、ミリオまで、うんうん、ね、かもしれんってなったから、よかったものの、うん、ねえ、今回だけだよの気持ちもやっぱ大きかったわけやねんかね。そうだね、うん。ファンが疲弊しちゃったらもうダメだもんね。そのなんか楽しい感じで続けられるのが一番ね、オタ活なんて一番いいんだから。でも、かといって少ないとやる、あれやろ。まあ、こっちはそう、やる気満々なんになんでやってなるやろ。確かに。うん。全然年5枚まで大丈夫。ほら、前世紀の AKB が年5枚だったから、5枚まではいけます。聞いたろ。年後はさ、だから、あの、3ヶ月でもないよね、もはや。いや、そう、3ヶ月でもない。そうだよね。だって、すんごってよ、うん。だって、総選挙結果局が8月、で、うん、あの、勝負局みたいなのが10月、で、じゃんけんが12月、みたいな、うん、8、10、12だとか最後、ダダダンって。そうだよね。うん、ミニさんがいいならいいんじゃない？まあ、みんな大変だよね。メンバーも大変だわ、そりゃ。以上ね、今回は、あやないが、ケイコン LA2024 に出演したので、そちらの話をしてたんだけど、まあ、ケイコンに付随してね、いろんな話もしてたんだけど、いやー、まあ、いろんなトラブルもありながらも、なんか、やっぱ強さ？なんかあやないの、なんかチームとしての強さみたいなのも感じられたっていうか、その逆境をね、うん、跳ねのけるっていうか、そのね、そういうのも感じられてよかったね。よかった。あとさ、なんかごめん、去年の私、レカペのやつも忘れたんかなって思うんだけど、あの、今回レカペの時さ、結構、リヒトとか、西くんとか、その、英語話してくれてたじゃん。なんかあの感じがすごい新鮮に感じて、その、なんかめっちゃかっこよかったん、とりあえず。すごくかっこいいと思って。ね、なんかそう。なんか、西くんさ、英語の番組やっててさ、もうなんか精通してるってわかるけど、うん、なんか、リヒトも結構英語面みたいになってるよね。そう。うん。かっこいい。なんかやっぱ、こうさ、なんか、新しい一面って感じですごいなんかいいってなるね、ああいうのね。わかる、うん。そうだね。あと、ヒロムのとこで言いたいとこあったんだった？なんかさ、ラウドさ、コリアンバージョンだったじゃん。けど、なんか、テンション上がっちゃって、ちょっと、一部日本語で歌うみたいな。それ、インダでも言っとったんだけど、なんか、うん、それがすっごい可愛くて、コリアンバージョンなのに、日本語歌っちゃうヒロムみたいな。私、それ気づかんくて言われてさ、なんか、チラッとあの、撮ってる方のね、やつ見たけど、うん、そう。でも、あんまわからんかったよ。わからんかったよね。そう、全然いい感じだったよね。うん、なんか、流れ、自然な感じだったよね。まあ、その、韓国語バージョンがあんま分かってないっていうのもあるからだと思うんだけど。そうだね。正直な話。でも、なんかそういうとこも可愛いし、あと、個人的にはセブンのさ、ほら、ジョングクさんのセブンとか踊ってるの見て、あ、知ってるんだと思って、なんかそう、新鮮に見えたじゃん。いや、さすがに知っとるやろ。知っとる？わからんけど。
そう、可愛かった可愛かった。まだなんかヒロムが K-POP 知っとるになんか驚きがすごいんだ、私。いつも思うんだけど。ポンって怒られるよ、ヒロムに。俺だって知ってるから、みたいな。そっか。ユガリ聞いたことあるもんね。そうだよ。そう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 。てかそう。てか、X1 のフラッシュ好きみたいな話しとったから。そう。知っとるよ。ねえ。もうすぐ解散だから。ちゃんと活動してても。そうなの。いつまで防衛やっとんがんけ、こなまるは。5年経つってことだよね。だからね。そういうことだね。解散ってことは。ちゃんとした解散5年だったから。うん、でもさ、ちゃんと活動しとったらさ、ここまで楽しめたってことだよね。いやー、ちょっとやめてよ、本当に。やめよう、やめよう、何なの？その間にさ、ドンピョのさ、グループも解散しちゃってさ、もうどうなっとるってあったんだから。やめてあげてよ、未来、みたいな。未来、みたいなやつ。そう。うん、まあ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 。だからさ、あやねの次の活動が楽しみだよね。フラッシュ。